ミミズは遠くに逃げたのではなく、実は一番近くにいるのでは。え？怖っ。ほい！ということで、今回もやっていきたいと思います。ってことで、今の状況は？あれか、おかみさんが捕まった？捕まった？で終わったんやったっけ？ケイジさんの助手、ブラックドクター、命の研究に余念がないそうよ。だけどやってることは、命とは真逆の検視業務だから謎が深いわね。いや、でも、ブラックドクター、ドクターやけん、まあ何するにしても命の研究は大事なのでは？なんかぐちゃぐちゃだな。ベッドが。え？何？なんかめっちゃお金落ちてる。500ゴールド。やったね。で、ここあれやろ？ムカデのとこやろ？ムカデってあれよね、なくなったんよね。さあ。あ、めちゃくちゃいっぱい。めちゃくちゃいっぱいあるよ。豚の丸焼き。あ、豚やったんやね。熊みたいな感じにも見えるけど。腕力がプラス10になるよ。え、食べようよ。うん、HP は回復せんな。特大ケーキがある、食べますか。食欲120消費ってどういうこと？食べれんくない？ 100 超えることある、食欲。食欲最大値プラス50。食べることによって食欲最大値が上がるけど、え？どういう？メガラーメン。え？この料理は食欲が足りなくても食べることが可能？どういうこと？え、よくわからない。怖い。怖い。食欲が足りなくても食べられるとは。何するかわからなくなったら、とにかく電話を活用するしかないよ。ヘビボールというレア鉱石が存在するらしいよ。1個だけでは無意味だけど、数多く集めるとエネルギーが融合されて願い事も叶うほどの力が生まれるらしいよ。ドラゴンボールだ、ドラゴンボール。もう何もないっぽいね。とりあえずロビーに出るか。この近辺の警察署に無能で蛇より業績の悪い刑事が勤務してたらしいけど、優秀な助手がついてから人生逆転したって噂話を聞いたことがあるよ。それは今ここにいるあの二人組では？そっか、ダメダメやったんや。この旅館の売店は販売だけじゃなくてレア物の換金も受け付けてるらしいよ。ビボールとレア鉱石も換金できるそうだよ。現段階で換金未実装。くっ、めっちゃ経験値ゲットした。あ、はい、セーブしときます。最後のバールも販売する方針になったわ。買っていってね。おー、アイテムを購入。最後のバール2500足りない足りない。もっとお金がいります。これ裏入れる？くっ、入れねえ。おかみが犯行を自供次第、脱出手段の確保に入るまでだ。自供しないんじゃないの？だって認めてないもんね。あ、もうあっち側に。従業員か？最後のバールは売店で再販する方針になったよ。もう人工温泉のように隠すものはなくなったからね。別に、人工でもいいやんね。何がダメなのかが全くわからないんだが。どうも、ヘビ撃退マシーン戦います。ここに大量のお金が。ふう、イエーイ、あざーす。そこの火は消さないの？とりあえずこれでもう買えるんじゃない？え、買って最後のバール、最後のバールも使うとこあそこだけ？他にもあったかな？ちょいと待ってよ。お、この辺にもいっぱいある。パンケーキ、メロンソーダ、ラーメン。
凶器の電子ベルが盗まれたらしいから不安で食事があまり喉を通らないよ。絶対めちゃくちゃ食ってそうだけど絶対めっちゃ食べてるでしょう。待って、体力回復しとくか。最大値そんなにあったっけ。あー、ちょっと待って、この先は行く必要なさそうだ。ここは最後のバールじゃなくて普通のバールなんよね。ね、普通のバールはどうやったら手に入るの。行く必要はなさそうだって言われても行けるんなら行きたいんだけどねえ、あれでもさっき販売しよったの最後のバールだけやったよね。ババアの部屋の包丁に対抗できるもっと強力な武器が手に入れば。鉄格子は開けるなよ。凶悪犯のババアが包丁を持って襲いかかってくる危険があるからな。怖い。おかみ後ろ姿あんな感じなんや人間が本気を出せば蛇ごときに推理で負けはせんよ。いやでもあれでしょ、能力がなかったんでしょ。はっ、蛇撃退マシーン。研究レポート、現在の知識レベルが10。知識レベルが高いほど獲得経験値が上昇。読む。エリクサーゲット。これ何もないっておかしくない？めちゃくちゃ画面光ってるけど。あ、びっくりした何かと思ったよね。そこの金庫の中身めっちゃ気になるんだけど、見させてはくれないのかい。以上か、調べるところは。キャンセル。もう行くところは以上だね。んじゃあ最後のバールを買いましょうか。で、あの地下の、地下どこから、あ、こ、え、こっちか。あの地下の扉を開こうじゃないか。あれ？こっちじゃないね。こっちじゃなくて、あっちか。そう、ここは普通のバールが必要やったんか。こっちだ、こっちだ。で、ここの扉をちょっと抜いて。ちょ、よし。あ、待って。セーブしとこ。ちょっと怖いし。抜いてよ。よし。いきます。何？大変だ。事件だ。速攻で。ビップルームに死体が。ビップルームで事件が起こったらしいよ。今すぐ駆けつけるよ。地球ビップルームに移動。今推理レベル30なんや。そのままビップルームに向かいます。へえ、この先が気になる。おーおーおーおお。推理パートファイナル前半戦。お、ファイナルに入った。うちのおかみさんが、うわ、表情が変わった。首吊り？おかみさんって一番の容疑者だったんじゃないの？とにかく事件の推理に移る。この無敗の刑事がすぐに解決してご覧に入れよう。その前に現場を調べて証拠品とか見つけないと。そんな悠長なことしてられるか。旅館爆発までの時間も少ないからな。なんか薬が漏れてる、こぼれてる。ダメだよ、まずは探索パートから始めるのがセオリーだよ。めたいな。てか、なんか蛇の数増えた。こんなにおったっけ。何が探索パートだ、人が死んでるのに。ゲーム感覚で推理する気か。今すぐ推理パートに入り、そこの蛇探偵と推理対決だ。お前も十分ゲーム脳だよ。ゲーム感覚なのはどっちだよ。よっぽど蛇に負けるのが嫌なのね。証拠品を拾われる前に型をつけようって魂胆よ。え、マジで？いきなり推理パートに突入します。いや、さっきセーブしてよかったね。
検視の結果、見ての通り首吊りが死因ですね。外傷も一切ありません。首吊りが死因となるとやっぱり自殺なのかな。他殺でしょう。あんだけ認めなかったんだから。自殺じゃないと言っても部屋には鉄格子、つまり密室だったのよ。鉄格子があってもくぐり抜けられるものがいるではないか。それはミミズ。そうだよ、鉄格子には蛇とかの毒が塗られる仕様だけど、ムカデの剣と同様にミミズもくぐり抜けられるはずだよ。この場所にミミズはいない。それにミミズはオカミさんに対する殺意もあったわね。その張本にミミズが見当たらないようですが、でもさっきおったよね、普通に。あの、私がうろつきよる間だったらミミズの犯行で決まりよ。おかみさんを殺して逃走したのよ。犯人はミミズ。ミミズが鉄格子を侵入後、ロープでおかみの首を絞め殺害し逃亡した模様。あれ、なんかベッドのところに、何あれ、衣装、なんか手紙置いてある。何、思い出す。フロントに用具入れにあるロープが出火原因のようだね。一番燃えやすそうなロープに片っ端から火をつけてたに違いないよ。片っ端からってことはもうロープは残ってないってこと？がピンクのロープっていうのがすごい気になるんやけどさ。意義あり。始まったね。ヘビ探偵が何か気づいたみたいだよ。ミミズがオカミの首をロープで絞め殺害。何がおかしいのかね。凶器がおかしい。凶器のロープがおかしいだと？その根拠はなんだね。凶器のロープがおかしい根拠は放火騒動。ハンターがツチノコを探すために全てのロープを燃やしたことが出火原因。そうだよ、確かロープは前日にハンターが全部燃やしちゃったんだよ。ロープの1本や2本、非常用に予備があってもおかしくないだろう。全てって書いてんだから全てなんだよ。ロープの在庫の件だけじゃないよ。この部屋、ロープを引っ掛けるところもないはずだよ。引っ掛けるところもない？じゃあどうやって吊るされてるのよ。見ろよ。被害者の首吊りロープは天井から吊るされてるようだな。つまりロープがないから代わりに天井から伸びるケーブルで首を吊らせたのだよ。天井から伸びるケーブルってなんだ。うちの旅館、そんなとこからケーブルなんて出てないはずだよ。ケーブル配線の位置などいちいち覚えてるものではないだろう。こんな派手なピンク色のケーブル、目立つから忘れないはずだよ。ピンク色？ピンク色のロープ状のものといえば、ピンク色のロープ状のものといえば、リボン、被害者の服、行方不明者って何？誰のこと？逆転の発想。ミミズは遠くに逃げたのではなく、実は一番近くにいるのでは。え？え、怖？え、怖？そう、ミミズって体ピンクやったよね。これミミズ？え、じゃあもう現行犯やん。殺しとるやん。え、そういうことよね。ピンク色。行方不明者ってこと？ミミズ？行方不明者って、ミミズが行方不明だけど、何あの穴。それじゃ、首吊りロープ自体がミミズの死体。死体？え？え？ミミズも死んでるの？ちょっとおかみさんを殺したのがミミズじゃなかったの？ミミズを殺してそのミミズでおかみさんを殺してんの？え、怖っ。何それ。サイコパスやん。それ以前にそのミミズを殺したのが誰って話だよ。え？何？怖すぎるんですけど。ミミズを首吊りロープ代わりにするとは常識に縛られない犯行だな。ロープなだけに。いらん、そのロープなだけにとか。今回の事件、一筋縄ではいかなそうだよ。なんかたまに出るこの正面からのヘビゲク、何？あなたの被害者が判明したところで、あなたのターンになりました。え、休憩、予習、セーブ。なるほど、休憩しつつセーブっていうものがないんだね。とりあえずセーブしますか。HP とりあえずあるもんね。セーブ画面を開くよ。推理に戻るよ。なんかまた企んでそう。おっと、ベッドの上から遺書が見つかった。このタイミングで遺書？ああ、犯人がミミズというのは間違い。
やはり自殺の線だったようだな。いや、自殺の線だったようだなじゃなくてさ、そのミミズの死体は一体、おかみさんがミミズを殺してミミズで首を吊ったってこと？意味がわからないよ。その遺書には何て書いてあるのさ。遺書について自殺に関係ありそうな部分のみ読み上げよう。長い間も守ってきたこの旅館もついに人間の死亡者が出てしまった。稼ぎが来たのにシェフも死んでしまった。人工温泉も知られてしまった。そして監禁、爆弾騒動の死亡者であることも無敗の刑事に見破られてしまった。いや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 、その辺ちょっとおかしいって。旅館が潰れるのももはや時間の問題。この旅館は私の命よりも重い。もう死ぬしかない。今ここに自殺する決意を表明します。なんだか雑な遺書だな。まだ続きがあるのだよ。 PS、 ちなみにこの旅館は蛇の命より1億倍重い。PS じゃねえよ、一緒で。ミミズの命に比べれば1兆倍重い。だからついでにミミズも殺します。ちょっと待って、ミミズとばっちり。話にならないわ、こんな紙くず。遺書ってもっと遺産相続のこととか記載するものじゃないの？いや、まあ自殺するってなったら別にそれだけではないと思うけど、恨みつらみの遺書だってあるやろうし。こんなボロ旅館に遺産などあるわけないだろ。結果的に立場は逆転しただけですね。ミミズは殺した側ではなく殺された側。真の黒幕が自殺したということで円満解決としましょう。いや、まだ解決しちゃいない。そうだよ、まだ解決じゃないよ。だったらこの事件何だというのだね。事故、自殺、他殺。事故はどんな事故やねん。他殺。そうだね、他殺の線も考えるべきだよ。だが死因は間違いなく首吊りによるもの。それ以外ダメージの痕跡などない。そこにある緑色の薬は一臭がするけど毒じゃないだろうね。それは日課の薬用青汁よ。年だからまずい薬でも毎日飲まなきゃいけないのよ。とにかく被害者から毒は一切検出されていない以上、この薬は今回の自殺とは関係ないだろう。矛盾している。薬が矛盾しているだと？薬のどこが矛盾しているというのだね。薬が毒、薬が水色、薬がまずい。逆転の発想。自殺を逆転させると薬を我慢して飲む行為になる。どういうこと、どういうこと、何、どういうことって。自殺を逆転させると薬を我慢して飲む行為になる。薬？薬が毒？毒は検出されてないって話だよ。あ、3ダメージ。うわ、しかも、ドゥイ？なぜ？やめてよ。薬がまずい。薬が緑色。薬が緑色？薬は、青やったんかな？違うんか。緑色のメンツが多い状態で緑色にディスっちゃダメだよ。そういうことじゃないんだよ、別に。うわ、どんどん削られていく。薬がまずい？別に何も矛盾してないと思うけど。療薬口に逃がしって言うやん。そうか。自殺する気なら健康に気遣う必要なんてないはずだよ。それとさっきの選択肢どういう関係が？あ、わざわざ苦い薬を飲んでまで健康に気を使っとるのに自殺するわけがないってこと？分かりにくい選択肢だな。そうだね、それも苦手な薬を飲むなんて絶対おかしいよねえ。毒の効果回復させてくれ。あ、感知した。何、自然治癒？そんなことある？日課だから習慣でつい飲んだだけでも考えられるだろう。それでも最後の晩餐に苦手なものを選ぶなんて絶対おかしいわ。薬を最後の晩餐っていう？だったらこっちの料理はどうだね。これはおかみさんも大好物だったシェフの気まぐれパスタ。がっつり大好物を食べているではないか。最後の晩餐ってことは自殺の意思を示す証拠になるだろう。意義あり。残ってるもの。気まぐれパスタが名物の旅館で名物のパスタが出されておかしいなると何の根拠があるのだね。
殺害されたのはシェフ。あの時の残りはもう全部平らげたってことか。そうよ、気まぐれパスタはうちのシェフしか作れなかったはず。シェフが死んでるのに気まぐれパスタが出されるなんて絶対おかしいわ。この自殺現場、まるで作られたような自殺現場だな。疑惑が深まってきたところであなたのターンになりました。何？いや、休憩したいけどセーブもしたい。とりあえず休憩するか。推理に戻るよ。お願いします。どうあれ今回の件は自殺で間違いない。お上には自殺動機が数多くあるのだよ。遺書にも明記されていただろう。人工温泉が知られてしまったこと、人間の被害者が出てしまったこと、シェフが死んでしまったこと、自殺する動機としては十分なのだよ。自殺動機はともかく、ミミズを殺した動機が微妙だよ。ミミズ殺害の動機もちゃんとあるぞ。この旅館のおかみにはな。おかみさんはとにかくミミズが大嫌いなのよね。生理的なレベルで。まあそれはわかるけども。まあ今までのやりとりを見れば察しはついたけどね。だけど生理的に嫌いだから殺害するほどひどい人でもなかったよ。ミミズを殺害する動機はそれだけじゃないぞ。当時のおかみには自殺しようにもロープがなかった。そこでミミズを殺せば亡くなったロープガールの雑トークにもなる。動機として一石二鳥なのだよ。わからん、意義あり。首吊りロープ代わりにするためミミズを殺した。何がおかしいのだね。自殺の動機がおかしい、自殺の道具がおかしい。いや、まあ道具はおかしいんやけど、自殺道具。そうよ、おかみさんはミミズが生理的に嫌いだったのよ。そんな嫌いなミミズを首に巻くなんて死んでも嫌なはずだわ。ミミズを首に巻くとか意味がわからない。現に首に巻かれ、死因も首吊りで間違いないのだよ。他に自殺道具がなかったからやむを得ずミミズロープで首を吊ったのだろう。意義あり。おかみは監禁されていたのだ。ミミズロープ以外に自殺道具なんないだろう。ロープ以外の自殺道具は、火の扉、金の扉、ムカデとハンターの持ち物検査、旅館の機密事項、ハンターが殺害されるポーション、包丁だよ。包丁目の前に置いとったやんね。それでさ、まあ、痛いかもしれんけど。そうだよ、おかみさんの部屋には包丁があったよ。自殺するつもりだったのならミミズなんかよりも包丁を優先して使うはずだよ。あの包丁ちょっと汚れてるのか、置かれてるやつ。現にミミズロープが使われている上、死因も首吊りなのだ。第三者が巻きつけた。そうだよ、おかみさんがミミズを自分で巻くわけない以上、第三者が巻きつけて自殺に見せかけたんだよ。第三者の仕業だったらなおさら抵抗するだろう。外傷なし、もみ合いの形跡もない以上、第三者がミミズを巻きつけるのは不可能だ。第三者がミミズロープでの首吊りに成功した理由は、首に巻く前に気絶していた、首に巻く前に催眠術をかけられていた。あ、適当で OK だよね。OK。じゃあ首に巻く前に気絶していた。そうだね。気絶していたのなら、嫌いなミミズが首に巻かれようと関係ないよ。また憶測で推理しよって。それに、気絶させたにしても、鉄格子内の女将の部屋に侵入しなければ、ミミズロープを巻くことなど不可能だろう。だったら逆に、誰ならおかみさんの部屋に侵入できるのか考えるべきね。え、ミミズじゃないの？この中で鉄格子を解錠できるのは、警察の誰か、旅館の誰か、ヘビ探偵。警察の誰か。そうだよ、警察が怪しいよ。鉄格子を設置した張本人なら鍵を持ってるからね。浅はかだな。鉄格子の鍵を持ってるから犯人になると。逆なのだよ、完全に。逆ってどういうことよ。そこに立てかけてある鉄格子の残骸を見たまえ。あれ、よく見たらこの鉄格子壊れてるよ。そう、この部屋の鉄格子は開けられていたのではなく壊されていたのだよ。警察が犯人なら壊して入る必要がないだろう。まあ確かに。つまりは逆、鍵を持ってない者こそ犯人なのだよ。
それを言いたいがためにわざと破壊す可能性もあるよ。あ、確かに。だったら鉄格子を壊すのに必要なものが何であるか答えてもない。バールじゃない？最後のバール。確かに最後のバールが必要だけど、旅館売店で再販されたから誰でも入手できるね。ほう、だったら最後のバール、買ったものがいるのか教えてもらおうか。いやー、買ったよ買ったよ私。あ、てかそっか、ここに鉄格子があったけん、あの地下だけじゃなくてここを開けることももしかしたらできたのか。いや、ミミズがおったけんできんかったんかな。開けるなよって言ったし。でも開けれ、どうなんやろ。最後のバールを買ったのはそこのヘビ探偵だけよ。だったら犯人はヘビ探偵で決まりだ。鉄格子を壊したのはヘビ探偵だけだからな。またヘビ探偵を犯人に仕立てるパターンのやつだよ。そうだよそうだよ。もはや慣れてきたよこの流れ。毎回同じ流れやけんね。他に鉄格子を破壊できる者がいない以上、容疑者はヘビ探偵しかいないだろう。鉄格子を壊したのがヘビ探偵だとしても、部屋に侵入したのは別人って可能性もあるよ。そこの鉄格子の破壊具合を見たまえ。中途半端な穴だろう。ヘビが安全通れる程度の穴だから犯人がヘビなのは間違いないのだよ。鉄格子を壊せるにしても、ヘビがミミズもオカミさんも殺すなんて想像できないな。虫も殺さぬ顔して虫も人も殺すのがヘビだ。ミミズを殺す程度朝飯前だろう。ミミズが誰に殺されたかなんて、ミミズを霊媒でもしなきゃわからないわね。霊媒は信じない主義でね、いくらでも嘘でもれる。確かにそれは思ってる。死者に聞く方法で警察の信用を得るには、ガチな霊媒師を呼ぶ、最先端技術を技術で霊媒する呼ぶって言っても外から入ってこれるなら中から出られるよね。最先端技術、最先端技術で霊媒、つまりいつもの検視ってことだね。ミミズの検視はまだだったから何か情報が出るかもしれないよ。まあそう来ると思ってミミズの検視は済ませておいた。なんか罠にはめられてる感じがするな。もう私の中であいつの信用はないのだよ。ミミズの検視データが出るところであなたのターンになりました。ほっ、とりあえずセーブしときますか。鑑識結果によると、ミミズの死因は感電死のようですね。感電死？感電死といえば過去に電気属性の武器があったような気がするよ。超電磁ドリルですね。そうだったね。電気属性といえば深夜の事件で話題に上がってた超電磁ドリルだよ。超電磁ドリルといえば警察が保管した竹置きだね。超電磁ドリルは何者かに盗まれたと言ったろう。じゃあそいつが盗まれたことにして自分でミミズ殺害に使用したって可能性もあるよ。私はそう思った。超電磁ドリルはヘビ専用装備だ。我々人間には装備できんよ。それにあの電磁ドリルなんだ、ドリルだが誰が盗んだか目星はついているのだよ。結局そうやってヘビ探偵に罪を着せるのが目的じゃないか。まだヘビ探偵が盗んだとは誰も言ってないがねまさか旅館の売店に転売するアウトローな不届き者がいようとは。旅館側は心当たりあるようだな。え？その超電磁ドリルなら売店にあったわ。あったっけ？え、もしかしてあった？見た時に売店にあった？押収品の電磁ドリルが？ヘビかムカデか知らんが、アウトローの輩が警察の押収品を盗み出し旅館に売りさばいたって流れだろうよ。それを買い取る旅館側も十分アウトローだけどね。だけど売店にあるじゃなくて売店にあったってどういうことよ。あの超電磁ドリルはミミズに移ったのよ。え、ミミズに？じゃあやっぱヘビ専用っていうよりは尻尾があれば使えるっていう感じ。なんだかごちゃごちゃになってきたよ。でもそれならミミズが自殺っていうことに。ミミズに売ったならともかくミミズに譲ったってどういうことなの？なるほど、そこ。ミミズに脅迫されたのよ。超電磁ドリルを渡さないと押収品売買の件を警察にバラすって。まあミミズはお上の包丁に対抗できる武器を探していたからな。そして売店で発見したのが超電磁ドリルというわけだ。
とにかく電磁ドリルを持ってったのはお水なんだから、お水の犯行だよ。その超電磁ドリルを盗んでたのは一体誰なの？ヘビ探偵はもう関係ないね。いやいや逆だよ、ミミズの死因をもう一度確認したまえ。ミミズは感電死させた側ではなく逆、感電死させられた側なのだよ。まあヘビがミミズの所持していた超電磁ドリルを奪い、その凶器で感電死させたことからとこだろう。そしてその衝撃の光景を目の前で見たルカワカミは気絶したという流れだ。ヘビがミミズを殺害する動機がないよ。動機ならあるではないか、超電磁ドリルを奪えるという動機が。それ以前に被害者のミミズがなぜ売店に電磁ドリルがあることを知っていたのかが不思議なのよね。押収品売買の件は機密事項だからミミズなんかに知られないはずよ。なんだよさっきから黙って、何か言いたいことがあるなら言えよ。ヘビ探偵が旅館売店に電磁ドリルを売り、その裏情報を狂気募集中のミミズに暴露。そしてミミズを殺害し電磁ドリルを回収。これで売店にドリルを二度売りすればさらに儲けができる、出るだろう。さらに儲け、あ、まあ無料無償で譲ったんならそういうことか。ミミズを殺す動機はともかく、おかみさんを殺す動機なんてなおさらないよ。殺害現場を鉄格子越しに旅館おかみ見られてから口封じに殺したのだよ。ミミズが自分で装着したドリルの電気で感電死したって可能性は、事故、可能性はゼロですね。電気属性の武器は装着した方に直接電気が流れるような危険はありません。やっぱりミミズ検視はヘビ探偵を不利に持ち込ませる情報だったよ。このものじゃまずいよ。ミミズが感電死する原因を特定できないとヘビ探偵が捕まっちゃうよ。あ、みんなヘビ探偵の味方？ミミズがどこから電気攻撃を受けたのかを示す証拠でもあればな。どこから電気攻撃を受けたか、なんだ、逆転の発想2つある。電気属性の武器は装備した本人には直接電気は流れない、逆に言えば間接的には電気が流れるということだ。間接的には電気が流れる。ミミズは鉄格子をくぐり抜けられる、逆に言えばミミズ以外のものは鉄格子をくぐり抜けられなかった。どういうこと。証拠、なんだ、鉄格子、最後のバールで破壊かなよね。どこから電気攻撃を受けた。どこから、なんだな、どこから電気攻撃を受けたか。どこから電気攻撃を受けたのか、鉄格子か、鉄格子からの感電死。そうか、ミミズがオカミさんの部屋に乗り込むには鉄格子をくぐる必要があるんだよ。別に何度も言われてる通り、ミミズは鉄格子をくぐれるではないか。そのミミズは鉄格子をくぐれても装着していた電磁ドリルはくぐれなかったんだよ。電磁ドリルが鉄格子に引っかかり、その鉄格子自体にミミズも感電死。そしてその衝撃的光景を目の当たりにした旅館のおかみさんは苦笑い気絶よね。なんか大嫌い、生理的に大嫌いなミミズが侵入してきた時点で気絶しそうやけど、それがさらに感電死する、やだな。そうだね、気絶するには十分な衝撃的光景だよ。くっ、所詮は推測の域は出ない、絵空事だ。鉄格子に超電磁ドリルが接触した証拠などないだろう。鉄格子の形状、包丁の形状、電磁ドリルの形状、鉄格子の形状。そうだよ、この鉄格子壊され具合が中途半端だし焦げた跡もついてるよ。バールで破壊したならこんな焦げたような跡つかないはずだよ。電磁ドリルだから焦げた跡がついたとも証明できないだろ。ハンター殺害事件でも似たような焦げた跡があったわ。その事件の凶器も超電磁ドリルだと証言したのは刑事さん本人よ。
だがミミズが狼への殺意のあまりドリルを鉄格子に引っ掛けて観念しなどと都合のいい憶測だ。執念のあまり自爆しなどとヘビ以下の虫からといえどもそんなバカげたことするはずないからな。同じ虫から属性のムカデも自爆死してたじゃない。とにかく証拠だ。ミミズが狂気の電ドリルを装着していた証拠を提示するんだな。肝心の狂気超電ドリルが見つかってないからな。真犯人が持ち去った今現在ミミズが装着したまま。え、今現在ミミズが装着したまま。え、この伸びてる部分はじゃあ尻尾じゃなくて顔側なの？じゃないとここにあるってことよね。今現在ミミズが装着したまま。ミミズが装着したまま？ってことは今現在超電ドリルがある場所は、おかみさんの遺体の中、壁の穴、天井？そういえば天井に引っ掛けるところがないのに、首吊り遺体が引っかかってる原因が謎のままだったけど、天井に電ドリルごと突き刺さってるからだったんだよ。とりあえず、おかみさんを下ろすよ。本当だったよ。ミミズがドリルを装着したままだよ。この電ドリル、時間が経ってるというのに熱がすごいよ。使われた証拠になるよ。って何、もう警察側が犯人ですか。ドリルを天井に突き刺すことで首吊りが可能になるし、凶器のドリルを隠すこともできるわね。ドリルで扉を壊し、ドリルで壊し殺し、ドリルで天井に突き刺す三段活用法だよ。今回の事件もようやく後半に差し掛かるところであなたのターンになりました。ってことでセーブしましょう。